今回は本当は飼ってはいけないペットベスト10、本当は飼ってはいけないと言っても私個人の経験からしてこれは本当は飼わない方がいいんじゃねえかなとか、飼うんだったらここに注意しないといけないから、あんまりおすすめはできないなとか、危険であったりとか、それ以外にもいろいろ理由はあるわけです。というようなわけで本当は飼ってはいけないペットベスト10発表していきたいと思います。第10位がオースポンです。オースポン、オースポンって大体の人はね言葉から意味はわかると思いますけど、要するにでかいスッポンですわ。俺の知り合いもね3人ぐらい指をかみちぎられている。それだけにスッポンには注意が必要。なんといっても海外ではねオースポンの中にはマンイーター、人食いと呼ばれるオースポンね数種類います。ですからそれだけに海外ではスッポン危ない生き物って有名ですね。日本のスッポンは噛みついて離さないということでは有名ですけども、まさか人を食べると、そこまではね想定しなかったんでしょうね。なぜかといえばね日本のスッポンはそんなでかくない、でかいといってもこんなもんですよね。このぐらいのスッポンはいますよ。日本のスッポンでもこのぐらいのはいるな、このぐらいなら、このぐらいまでです、せいぜいね。で海外のスッポンはどんぐらいでかいかというと、もうこんなというかねもうめちゃくそでかいですよね。100キロオーバーのスッポンなんてねザラにいますよ。で外来生物とかあるいは特定危険生物なんていう感じで、ワニガメだとかカミツキガメなんかが取り上げられていますが、オースポンは彼らよりかははるかに危ない、そしてはるかにでかい、ワニガメよりでかいオースポンいっぱいいます。そのぐらいに危険なわけですね。というようなわけでこのマンイーターと呼ばれるオースポン、ここら辺は俺自体ね飼っているんだけども、実はだけども一般の人にあんまりおすすめしない、ちょっと危ねえよなこりゃ。続きまして第9位がアメリカンブリーです。このアメリカンブリーね、俺飼ってるからさ、飼っといて可愛い可愛いっといてなんで飼っちゃダメなのと、独り占めしたいのかっていうとそういうわけじゃないんですね。アメリカンブリーね可愛いよ、いいよ、優しいしおとなしいし可愛いよ。だけどねちょっとね犬っぽい、犬っぽいってね何かっていうちょっとシャイな部分もあってね、ものによっては要するに追っかけられると怖くなっちゃうとか、いい意味犬っぽい、原種っぽい、普通の犬っぽいなわけで、そういう犬たちっていうのは追っかけられたりとか、あるいはしつこく追いかけましたりするとパクパクと噛みついてくる時がある。アメリカンブリーそんなねアメリカンピットブルテリアみたいに噛みついて離せなくなってもぶら下がってどうにもならないっていうのは噛み方はしないんだけども、ちゃんとよくできたアメリカンブリーであればね、そういう意味ではおすすめで可愛い、本当ペット向けな犬です。ですけども彼らはちょっとねナイーブなところがある。普通の犬のように嫌な時にはちょっとやめてよって言ってパクパクってやる時があるのでちょっと注意。要するにアメリカンピットブルテリアっていうのはもし怒ってしまった場合にはもう爆発したら大変、もう止まらねえし噛んだら離さないしすごいし、そういうことはないんだけども、だけどもアメリカンピットブルテリア結局ね叩こうか何しようかね人間にね歯向かってこないんだよね、あれ本物のアメリカンピットブルテリアはね。ですからそういうアメリカンピットブルテリアのようなつもりであまりにもしつこくごちゃ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 やるとアメリカンブリーにちょびがみされる可能性がある。ですからある意味いいことなんだけど、ある意味ではアメリカンピットブルテリアのように扱うと怪我をする可能性があるという意味でちょっと注意必要だよっていう警告ですね。続きまして第8位がアライグマです。これねアライグマはもちろん特定外来生物ですから飼っちゃいけないし輸入だってしちゃいけないし、これをね飼うってことはないと思う。だけども日本でも都会でも結構屋根裏や何かで繁殖している個体いますから、それ赤ちゃんの時にあ可愛いな、なんかこっそり飼ってあげようかななんて言ってね、ほら捕まるとさ駆除、要するに処分されちゃうのでさ、だからね優しい気持ちでちょっと赤ちゃんの時に捕まえて飼えばなんとかなんじゃないかって言って飼うわけよ。そういう可能性があるのでこれも一つ警告です。昔はね赤ちゃんいっぱい入社できたの、赤ちゃんの時はいいの、生後半年ぐらいまでは抱っこしたりなんかできる、だんだん8ヶ月ぐらいになるとあれなんか怒ったぞ今っていうのは火がやってきます。それからそれを境に普段は大丈夫でも餌があると怒るとか、
ケージにしまおうとすると噛みつくとか、それがだん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 ね、その噛む力もエスカレートして、だん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 人間の手から血が出るようになってくるわけですよ。というようなわけで、アライグマ、やっぱり野生動物です。犬のようにはなりません。ですから、手は出さないこと。野生化してしまった、要するに帰化してしまった、日本に帰化してしまったアライグマを俺は捕まえて殺処分にするというのは俺は大反対です。大反対です。殺処分したやつを殺処分したいと思ってるぐらいに大反対です。だけども現状を、これよりいい方法ってのがなかなかないんだな。俺はね、動物園せっかくあるんだから、アライグマをね、保護したアライグマをうちで引き取りますよって言って引き取ってくれるね、園館がね、一つのね、都道府県に2、3箇所ずつ現れてもいいんじゃねえかと思うんだけどな。それが一つもね、手を挙げるところがないと。どういうわけか。アライグマの命を軽んじているのか、気化生物の、要するに気化してしまった生物の責任を、日本人として責任を取るつもりがないのか、ようわからんけども、今のところ手を挙げてくれる動物園がないと。手を挙げたとしても結局ダメだからとか、風当たりが強くなる可能性のあることをやりたくないとか、いろんな理由はあるでしょうけども、ちょっとね、殺処分だけに頼らないでもうちょっと保護してあげたいという動物園、もうちょっと数増えてもいいかと思います。2頭や2頭、ね、10頭や20頭飼育してうちではやってますよじゃなくて、もう1箇所につきね、2、300飼えるんでしょうよ。だってさ、ライオン、トラ、ゾウ、シマウマ飼えて、なぜアライグマは100頭飼えない？あとこれ言い忘れたけども、アライグマもね、全部が慣れないわけじゃない。めちゃくちゃ慣れるアライグマも中にはいるの。だけど必ずそうなるわけじゃないというか、ほとんどがそうはならないので、やっぱりペットにはそもそも向いてない動物だと思います。第7位がオオトカゲ。このね、オオトカゲってね、ペットとしても今でも流通してます。今はね、大体ね、小型のオオトカゲがね、増えたかな。大きくても、釣りモニターだとか、そこら辺がね、主流になってきたかな。あと、サバンナモニターだとか。サバンナモニターはね、噛みつくとめちゃくちゃ顎の力強いんですよね、あれ。だけども、おとなしい個体が多いので、飼いやすいは飼いやすい。だけど、噛まれたら結構な怪我すると思うよね、あれはね。結構危ないよね。オオトカゲ自体、歯すごい切れるので、切れ味がすごい歯なんですよ、あれ。ね、歯茎に隠れて、あんまり見えないですけど、結構な切れ味がある、あの歯は。だからそういう意味でも危ないですけども、それを俺は言ってんじゃないっていうかね、それも多少は含まれてんだけど、それ以上にね、コモドオオトカゲ、ミズオオトカゲ、ハナブトオオトカゲ、ここら辺のオオトカゲには毒があるということももう分かってきている。それはね、メルボルン大学の先生、なんていうかな、フライ博士って言ったと思うけど、その人もオオトカゲの歯茎には毒管、無数の毒管が存在することを確認しています。で、その無数の毒管から分泌される毒液は、内陸タイパンに匹敵するほどのヘモトキシンが含まれているということまで分かっている。そのぐらいに危険なやつらなんですよ。ですから、やつらに噛まれると急に貧血のような状態になるとか、実際に貧血なんだけども、急に立ちくらみが済んでついつい座るとか、あれっていうような感じになったりとか、俺も噛まれたことあるけど、結構ものすごい血が出る。水男とかげ、2メーター弱ぐらい、1800ぐらいの水男とかげに俺噛まれて結構血出たよね。あれだって、結構すごい。ただね、水男とかげの場合は、人を食いたくて噛んでるわけではないので、手を離せば、水男とかげも口を離してくれるので、ね、そんな指が取れるまでね、ずっとね、押さえ続けるとかって普通はないだろうから、あれなんだけどさ、俺の場合はさ、話は逃げちゃうから、とりあえずしょうがねえから持ってたんだけど、そんな感じだよな。しょうがねえよね。というわけで、この彼ら以外、要するにこの今挙げた3種以外にも毒のある男がいっぱいたくさんいますので、ここら辺の飼育には要注意が必要かと思います。第6位がミーアキャットです。このミーアキャットっていうのは可愛いんだよな。慣れるのはめちゃくちゃ慣れるしさ、何しても噛まない、本当おとなしい。だけどもやっぱりね、これね、全部がそうなるわけじゃないのよ。中にはチクッと噛みつくとか、普段はいいけど噛みつくとか、誰々は平気で誰々はダメとかっていう風になりやすい。ですから、そういうような意味でも
安易には飼わない方がいいですね。やっぱりあのミヤキャットね、みんな飼ったらみんな確実にそうなれると思うんで、みんな飼っていくんですよ、大体多くの人が、うん、ですからペットショップもちゃんとそこを説明する必要があるし、飼う人も慣れなかったからといってこの子嫌になっちゃったっていうふうにならないように、慣れなくてもちゃんとこの子は私が一緒に大事にしようっていう心構えを持って飼育するんだったらいいですけども、そう思ってない人が飼育される率が高いのでここに挙げました。特にねオスのミヤキャットはなんか案外慣れんだけども、メスだよね、メスの中に結構わがまま言うの多いよね、誰々はいいけど誰々はダメだみたいなの多いので、うん、まあオスの方が慣れやすいかな、全体的にな、やっぱりな、まあ、オスでもメスでもよくなれるのは慣れんだけどさ、うん、オスの方が比較的誰が触っても大丈夫な子にはなりやすいんで、うん、まあ、もしペットに飼育されたい、いつも抱っこして歩きたいと思ったらオスを中心に飼育されていくといいかもしれないな。まあこれは俺からのアドバイスね、簡単な。続きまして第5位が茶羽ゴキブリです。このね、茶羽ゴキブリなんてこんなのペットにねすりゃついねえと思うやついるかもしれないけども、でも実際ねペットに飼ってみ、かわいいよ、案外かわいいよ。まあ森茶羽ゴキブリとさ、そういうのもいるけど、俺の言ってる茶羽ゴキブリは、普通の家に出る茶羽ゴキブリ、害虫の茶羽ゴキブリです。あれもね、結構飼ってみるとかわいい。グッピーよりかは俺は間違いなくかわいいと思う。うん。繁殖もまあまあできるし、類似していく速度も速いしさ、餌もよく食べるしさ、まあかわいいよな。うん。ただね、あれね、前飼ったんだけども部屋の中で捕まえて、まあ、初め5匹10匹と、まあ、20匹30匹と飼っていった。で50匹100匹ぐらいまで増えたんだけど、なかなか増えなくなっちゃう。どうして増えないのかなとか、水槽小さいから増えないのかなとか、いろいろ考えてね、うん、で結局最終的にもっと増やす方法、効率よく増やす方法ってないのかなと思って、ほらこれ部屋の中にはいっぱいいるのが、部屋に放してみたらどうだろうと、で話してみたんですよ。まあ2、300までは結局増えたのかな、水槽の中で、ね、でもまあそれをね全部増やしてみた。そして部屋の中で直接餌をまくようにしたの。そうしたらばあっという間にもう数えきれないっていうか、おそらくね数万匹に増えたよね。そしてもう部屋中茶羽ネゴキブリだけ、本をどかせば茶羽ネゴキブリ、電話、昔のこういう電話ね、電話をかけるとで受話器を上げれば茶羽ネゴキブリ、冷蔵庫の扉を開ければトボキラの上に茶羽ネゴキブリがジャラッと並んでる、そういう状態になりました。それでね、まあまあそれはねいいの、俺は好きで飼ってるからそれでよかったんだけども、ある日なんか耳の中でガサガサ音がする、耳の中茶羽ネゴキブリ入っちゃったの。そして参ったなと思って、そしてねガサガサゴソゴソゴソしてずっと出なかった。で3日ぐらいしたらね音がね出なくなったんですよ。だからあ、これは寝てる間に出てったんだなと思った。それからね数ヶ月後床屋行きました。そして昔の床屋っていうのは耳かきをサービスしてくれるところがあったんですね。そして床屋さんが俺の耳を見て、そしたらあっっていう、で何って言った。そしたらば足がっていう、えって俺言ったよ、耳の中に足があるっていう。だからえ耳の中に足ちょっと取ってよって言ったら、えって言って、まあそう言いながらも床屋さんピンセットを耳の穴に入れてスーッと出した。そしたらもうパリパリにミイラ化した茶羽ゴキブリが俺の耳から出てきた。いや俺もびっくりしたけど床屋さんはもっとびっくりしただろうね。というようなわけで茶羽ゴキブリ部屋の中でブリーディングね、繁殖大成功しましたが、耳の穴に入ったりと、うん、いろいろね不都合が出ますので、あまり、飼いすぎないこと、飼育したとしても、うん、小規模に収められるプラケースの中で増やせる数までで抑えるということが必要。くれぐれも部屋の中で放し飼いにはしない方がいいと思います。そして第4位がジャコウネコです。これね、ジャコウネコっていうのはね、まあこれ例外的にね、うん、ビントロングはこれかわいい、うん、なれる、うん、デカビントから買っても結局触れるぐらいにはなる、うん、ビントロングはね、うん、だからまあビントロングは例外的に買ってもかわいいジャコウネコ、うん、でもそれ以外は買ってもあんまり面白くない。アフリカジャコウネコはまあ首輪つけてつないで散歩できるぐらいになれたことはあるよね、昔ね飼ってたのになったけども、でも、うん、基本やっぱりビントロングが一番慣れるような、あ、写真がさ、あのジャコネコの写真ってビントロングしか持ってないから、ちょっと、ね、何でもかんでもビントロングの写真しか出てこないけども、あのビントロングは飼っていいんだわ。でそれ以外のジャコネコはあんまり面白くない。アフリカジャコネコはまあまあ慣れるのもいるけど、でもうーん
どうだろうな、うん、まあそこまで耐えられる人だったらまあ飼ってみてって言った感じかな。あとね、アフリカ木登りジャコネコっていうのがいる。これが最高に飼ってもつまらない、なんかしんねえけどいつまでも怒ってるしさ。でもこれってさ、ものすごく原始的なジャコネコらしいよね。一般的なジャコネコ、他のシフェット含め、ジェネット含め、そこら辺のよりも原始的なタイプの古い珍しい珍獣的なジャコネコらしいのね。まあそのせいかどうかわからないけども、うん、なんかやたら慣れが悪かったアフリカ木登りジャコネコだけど、これは、うん、飼ってもつまんないからおすすめではないんだけど、ある意味、飼料として生きた化石としてすごい希少な動物なので、そういった意味では飼っても面白いかもしれないです。そして第3位が中型日本犬です。この中型日本犬っていうのはね、これはね、いやあのね、ペットに飼ってはいけないという意味で、飼ってはいけないわけじゃない、正確に言うと。だから要するに狩猟に使う、番犬に使う、財産を守る、ガードドッグに使うっていうんだったら、これは向いてる、うん、知らない人許さねえもん、うん、これは最高だと思います。それに猟犬に使うというんだったら、日本の山を走らせたらば中型日本犬にかなう犬っていうのはないと思う。日本の山に一番向いた狩猟用の犬だと思います、犬種だと思います。ですからこれはそういった方々には最高な犬種ですよ、うん、だけどもこれを一般的なペットとして飼ってしまうと近隣に迷惑をかける可能性があります。とにかく知らない人には噛みついても、へにこの文言無用ですから、うん、まあ、ある意味かっこいい犬ですよね、そういう意味でも。ですから魅力はたっぷりなんですが、一般的な人が一般的なペットにするべきではないと思います。そして第2位がアミメニシキヘビです。これはね、俺大好きでね、今までね何匹も飼ってきたんですよ。でかくなればなるほどおとなしくなるな、俺のイメージじゃ。まあでかくてもね、飛んでくるのはいるんだけども、基本的にそれであっても子供の頃よりかは飛びづらくなる、うん、大きくなると、うん、大体ね、そうだ、2メーター、2.5 メーター越したあたりから徐々におとなしくなってきます。だけどもね、同時に殺害能力、人間を殺す能力ももうピカイチだと思う。俺はアナコンダ以上だと思う、うん、下が水場だったらアナコンダの方が殺すかもしれないけども、水がない陸地だったらば網目にしきるのが俺は上だと思う。やっぱりね、あの締め付けるパワーも重要だけど、それ以上に長さ重要ですよ。長さが長くてぐるぐる巻いた方がやっぱりね、締め殺しやすいよ、うん、だって絶対的な力はね、基本的にあるんだもん、締め殺すだけの。そうなったらばいくら締める力があったって短かったらね、蛇の方だって締めづらいもん。長さは重要だと思う。そういった意味でもアミメニシキヘビは気をつけなければならない。実際にね、俺はね、インドネシアのスラベシ島でアミメニシキヘビに洞窟の中で巻きつかれたことがあって、その時俺もう死ぬかと思っても覚悟した。だけども、仲間が 3,4 人後から駆けつけてきて、ほんでほどいてくれたから俺はね、九死に一生を得たわけだけども、本当マジで死ぬかと思って、本当これはね、危ない目にあった。まだまあまあ、そのね、その時のアミメニシキヘビの事故の話も、トラブルの話ですね、これも時間を見てまたね、新たに1本ニシキヘビとか、俺を殺そうとした動物ベスト5ぐらいでまとめて紹介していきたいと思います、これはね。そして第1位がティーカッププードルです。これね、ティーカッププードルね、飼ってる人にね、本当に申し訳ないんだけども、でもやっぱり事実なんでな、大丈夫だ、そんなことはないとか、うん、健康ないい犬なんだと言っても、でも通常のトイプードルと比べてみてください。冷静に比較してみてください。どう考えたってティーカッププードルの方が故障は多いですから。だから俺が言いたいのは、なぜ故障が多いものをわざわざ選んで買わなきゃならないのかってこと。だってトイプードルだって十分可愛いです。うん、なのにわざわざそこでティーカッププードルを買う必要ないでしょ。だってトイプードルでかすぎますか。そんなことないでしょ。十分ちっちゃいでしょ。さらにそれを縮めたからって価値が上がりますか。そんなことはないでしょ。犬としての機能を保ったままちっちゃくしていくんだったらいいけども、そうでない限り、普通に考えたらば極端に小さいティーカッププードルよりかは普通のトイプードルのが機能的に見たって上でしょ。だって犬として考えたって、動物として考えたって、うん、ぬいぐるみじゃありませんのでね、小さければいいというもんではないのでね、やっぱりね、トイプードルの方がいいと思う。だってもう本当の話、何度も言うけど、ティーカッププードルさ、小さすぎて自分の骨の中で、要するにこの臓器細胞が少ないもんだから、自分が生きていくために必要な量の血液を作れないんだもん、うん、
だからいつも神経質気味になっちゃったりね、そういうことが起きかねない。うん、ですから俺はやっぱり、うん、そういうことを理解して飼育するんだったらいいけども、そうなる可能性があるということを、ね、理解した上で飼育されるんだったらいいけども、そうでない限りは普通のサイズのトイプードルを飼育した方が、その方は、うん、楽しい未来が待っているんじゃないかなと思います。ね、ティーカッププードルはね、否定してるわけじゃないよ。これ逆にティーカッププードルはこれからもっとそこら辺の、健康面あるいは機能的なことも含め確立させていったらば、本当に日本発祥のプードルとして新天地の座をつかめんじゃねえかと俺は考えてます、この豆柴のように。うん、ですから俺は全く否定しないというよりかは、どちらかというとそう作ってくださいよと、頑張ってくださいねという応援派なんですが、うん、ですけども、未だに売れるからといって大きさだけにこだわるね、アホなブリーダーがいますので、まあそういうのは本当はブリーダーとは言わないんだけどね、そういうのはパピーミルの類だからさ、うん、まあ俺そういうのもね、近い将来そういう人たちもね、いなくなるんじゃないかとは思ってるんだけども、うん、それではね、今回はこのような感じで、本当は飼ってほしくないというような意味で、飼ってはいけないペットベスト10を選出してみました。これからもね、まだまだね、飼ってはいけない犬ベスト10であるとか、うん、いろいろね、やっていきたいと思いますので、お時間があるときは、またぜひ覗いてやってください。